こんにちは、なおちゃんと申します。ご視聴ありがとうございます。もうすぐ3学期終業式になると思います。ちょっと思い出があってですね、そんな話を今日はしてみたいと思います。3学期終業式に、数年前の話ですかね、校長先生がね、こう話したんですよ。学校評価が、皆さんのね、学校評価がありましたって。で、学校楽しい人っていう質問に対して 96% の、全校の子どもたちのうちの 96% の子どもたちが楽しいよっていうふうに、答えてました。二重丸ですねっていうふうに、話をしたんですね、校長先生が。で、その瞬間ですね、私の担任している、子どもたちが体育館でね、体操座りで列になって聞いてたんですけど、こうそわそわ落ち着かなくなったんですよ。で、何かあったのかなって、どんなことを考えてるのかなっていうふうに私思って、その場は見守りました。ある先生がね、ちゃんと体操座り、姿勢整えなさいみたいなことをね、まあ、注意されちゃったんですけど、まあ、私は背中をその場にね、さすって、後で話聞くねって耳元で囁いて、また後ろに戻ってね、見守ったわけですね。それで、終業式の、校長先生の話も終わり、終業式も終わり、教室帰ってきたところで、彼にね、声かけたんですよ。聞いてみたんですよ。校長先生のお話の途中で、なんかこう、落ち着かない気持ちになったのかなって、どんなことをこう、考えていたのか、教えてもらってもいいかいって、なんかあったんだよねって、思うことがあったんだよねって話をしてたんで、そうなんだよ先生って、聞いてくれるって、よく僕の気持ち分かったねとか言いながら話してくれたんですよ。それは何かというと、校長先生は 96% の、子どもたちが学校楽しいって答えたから二重丸ですねって、校長先生は言いましたよねって、うん、言ったねって、僕はそうは思わないよって、 4% の人が学校楽しくないって言ってるんでしょって、僕はね今 96% の中にいるけど、前は 4% の中にいる一人だったから気持ちはすごいわかるって、そのね 4% の子供たちの悲しい、学校楽しくないっていう気持ちを校長先生はどう考えてんだろうかって思うと、僕はね悲しい気持ちになったし、なんかね、ちょっとイライラしたようなね気持ちが生まれてきたんだって先生わかる僕の気持ちっていう風にね、彼は答えて教えてくれたんですよね。皆さんはどう思いますか、その彼の気持ちを。私はね、本当にね彼の優しさとか、本当にいろんなことを考えて、人の心の痛みに寄り添えるような素敵な子だなっていう風に思ったし、もし私がねもし私がね校長先生だとしたならば、校長先生なんてことはありえないけど、したならば、まあこう言いますよね、この数字を見てくださいって、全校の中の 96% の子が学校楽しいっていうふうに答えてくれてます。皆さんはこの数字を見てどう感じますか？ 96% 100、ね、テスト100点満点のうちの96点だとしたならば、よくできたねっていうふうに、いい点数だねっていうふうに褒められるかもしれない。だけどねって、学校楽しいですかっていう質問に対しては、4% の子たちが、楽しいとは答えてないわけですよね。その 4% の子が、学校楽しいって答えられるような学校を校長先生としては目指したいんだって。だってそうでしょって、クラスの中にね、みんなねニコニコしてる中でね、一人、そういうニコニコできないような子がいたら、やっぱり校長先生としてはニコニコできないよって。大事なクラスの仲間の一人がそんなような顔をしてたらね、それが、その一人のためにみんなでこう力を出し合えるのは学校じゃないんかなって仲間じゃないんかなって、校長先生思うんだって。そんな学校を作るために、みんなの力を貸してほしいって、そんな学校作りを目指していきたいんだ校長先生として、みたいな話をね私が校長先生だったらするなとか思ったんですよね。はい、皆さんはどうですかね、どんな風に感じられますか。確かにね、終業式の、式の場でね、儀式の場で、校長先生の話の途中に、
姿勢が崩れてなんか落ち着かなくなって、いたら、何とことこって言って、はい、姿勢正しくしなさいって、注意をされた、まあ、その先生の気持ちもね、まあ、分からなくはないですよね。分からなくはないんだけども、でもその子の事情どんなふうに思っていたのかとか、心の中でどんなことがあったのかなっていうような事情を聞いたら、うん、本当に彼は悪い子でしょうかってね、思うわけですよね。その時も思ったんですよね。だって普段の彼ならそうしないところを、校長先生のこの話を聞いている時に様子が変わったってことは、あ、何か事情があるんだろうなっていう見方で、彼を捉えていきたいなってことを思うんですよね。そして、その 4% の子どもたちがやっぱり笑顔で楽しく過ごせるような学校を作りたいし、そういうような世の中、心地よい人生を歩んでいくような、そんな子どもたち人に育てるのが学校だと思うので、改めて自分こう、ね、学校の先生退職させていただき、人のお心に寄り添わせていただくようなお仕事をこれからさせていただくわけですが、改めて、心新たにさせていただいた次第です。今日もポストに、私の YouTube を見てくださった方がお手紙をくださってね、気になる子っていう、YouTube を見ましたと。で、自分の親戚にも、こういう子がいてって、それとすごい重なり合うような、お話でしたって。私これからどうしていこうっていうふうなことを、また考えさせていただく一歩踏み出すきっかけになりました。ありがとうございますっていう感謝のお手紙だったんですけども、何か悩みがあって、お話ししていただいてももちろん結構ですし、別に悩みがなくったって、相談とかお話をさせていただくことはできますし、もっと楽しく、もっとこうよくしていきたいとか、もっとこう自分をこうさらにプラスアルファ加えていきたいとかいうようなね、ことについても使っていただいて利用していただいて結構ですので、ぜひお声掛けいただけたらと思います。ぜひ、お声掛けください。お問い合わせはまた概要欄の方に連絡先、メールアドレスですけどね、貼らせていただきますので、お問い合わせください。今日は終業式の日の、校長先生のお話に、から感じたことを教えてくれた、そのある子のお話をさせていただきました。以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。